ふぅ、ここまで来れば大丈夫かな。念のため背後を伺うも、ガイゴたちがつけてきた様子はない。ようやく安心して俺はほっと息をついた。カズマ、で、え、あ、すいません。やばい、ここに来るまでつなぎっぱなしだった。思えばかなり強引にこんな場所まで連れてきてしまった。さっきの電車に南国原たちが乗っていたの？はい、そうですけど。でもどうして逃げたの？それはあいつらの悪だかみを阻止するためというか、よくよく考えるとここにひな先輩を連れてきてる時点で大悟の思うつぼなんだよな。確かにあいつどうあっても俺をネタにしたいみたいだな。カズマ、どうしたの？あ、いや、なんでもありません。それよりすいません、先輩は関係ないのに。ううん、いい、怒ってないからもう謝らないで。はい。それでもう南国原たちは売り切ったみたいですけど。それなら安心ですね。もう戻りますか？先輩？あの、カズマさえよければあっちの道から。ん？それだと遠回りになっちゃいますよ。そうしたい気分。先輩、やっぱり連日の戦況でストレス溜まってるのかな。散歩で息抜きしたい気持ちくらい俺にも十分わかった。わかりました、俺でよければご一緒します。ありがとう。礼はいらないですよ、こっちまで連れてきたのは俺だし、先輩と一緒に歩けて嬉しいですからね。そう、私も嬉しい。ひな先輩がかすかに微笑む。また手をつなごうか迷ったが、決心がつかないうちに先輩は先に歩き出した。俺が意識しすぎだったり。何？すっごいゆっくり。先輩は受験勉強してるんですよね。やっぱり希望の大学か？そう。ううん、一番大きい理由は上京したいから。上京？初めて聞きました。話したの、カズマが初めてだから。え、そうなんですか？なんだか照れますね。だけど上京か。先輩、この町にいたくないのかな。先輩、おじさんはそのことちゃんと了解してるんですか？それはあまりいい顔はしていない。やっぱり家業を継いでほしいから。そう、だけど私はあまり継ぎたくない。違う、自信がないの。どうしてですか？カズマだって知ってるはず、私がお酒飲めない下戸だって。ああ、そうだよな、酒の味が分からなくて酒屋をやるのは難しいはずだ。ましてや先輩の家は醸造までやってるんだから。大変ですね。俺、励ますことくらいしかできませんけど。気にしないで、それでも嬉しいから。はい。じゃあ先輩が進学目指してるのは？そう、酒屋の跡取り以外の道を自分で見つけたいの。それが何かはまだわからないけど。そう付け加えて先輩はうつむく。先の見えない将来を先輩は孤軍奮闘で頑張っているんだと思った。立ち入ったことを聞いてしまったみたいですね。すいません。うん、聞いてくれてありがとう。私きっと誰かに話したかったんだと思う。今まではそういう相手いなかったから。先輩、カズマは不思議、こんなに話せたの初めて。君がいてよかった。そんなこと、俺でよければ何でも話してください。いつでも相談に乗ります。うん、
ひな先輩がはっきりと微笑む。まだ数えるくらいしか見たことない先輩の笑み。だけど笑うとこんなに可愛いのだと俺は知り始めていた。カズマ、この辺でいい？そうですか。家の前まで送っていきますけど。二人でいるところ見られたら父さんがうるさいから。それは怖いですね。わかりました。じゃあ俺はここで。うん、さよなら。控えめに会釈して先輩がきびすを返す。ふと名残惜しくなって俺はその背中を呼び止めていた。先輩。何？もしよかったら明日もこうやって歩きませんか？うん。明日もゼミあるんですよね？そうだけど。だったら俺駅まで迎えに行きます。電車の時間に合わせていけば待たずに済むし。カズマ、本気なの？ダメですか？ダメじゃない、ないけど物好きかもしれないですね。わざと自覚のあるように笑う。それで先輩は納得したというか吹っ切ったような顔をした。わかった。じゃあ明日も同じように。はい、一緒に帰りましょう。先輩がこくりとうなずく。それからすぐに立ち去っていく背中を見つめて俺もよろずよに帰ることにした。おかえりお兄ちゃん。お、ただいま。なんだ、アイム待ってたのか？うん、大吾さんから連絡があったから。大吾から？あいつなんか変なこと言ってなかっただろうな。変なことって？いや、なんでもない。それより早く夕飯行こうぜ、もう腹ペコだ。うん。お兄ちゃん、あの顔だとうまくいってるみたい。いろいろ、いろいろ把握されている。そして翌日、先輩を迎えに行くのは夜なので、それまでの時間俺はいつも通りに過ごすことにした。昨晩はお楽しみでしたね、カズマくん。うるせえよ、くだらない気を増しやがって。お、そんな口聞いてもいいのかね。誰のおかげで酒井先輩とよろしくできたと？別によろしくやってねえよ。とはいえこいつのおかげで今日の約束も取り付けることができたので、強くも出れない屈辱である。で、次はいつ会うんだ？せっかく俺っちがチャンスを作ったんだ、これっきりってことはねえんだろ？お前には関係ないだろ。うわ、その口ぶりからすると会う約束はしてあるみたいだな。さすが我の見込んだ男よ。お兄ちゃん、隅に置けないね。な、歩むまで何を。まさかお前ら来るじゃないだろうな。そんなことないよ。ねえねえ、何の話？お、うい、それに日向か。向こうからやってきた二人に話題をさらすチャンス到来とばかりに駆け寄る。ところが大吾は俺の考えを読んだように先回りしていた。実は今酒井先輩の話をしてたんだぜ。日向ちゃん、いやらしい笑いね、近寄らないでくれる？人を病原菌みたいに言うな。そうでなくてもあんたは熱苦しいのよ。ドイヒー。大吾さん、ここは抑えて、あまり話題にするのも良くないと思います。だからひな先輩がどうしたのよ、聞かない方がいいわけ？ああ、そうしてくれると助かる。ひなちゃん最近見ないよね。塾行ってるって聞いたけど大変なのかな？ああ、そうみたいだな。先輩の悩みとか状況のこととか俺の口からは言わない方がいいよな。せっかく先輩が俺を見込んで話してくれたんだ、この秘密を共有していたいし。何よその俺は知ってるんだぜ的なニヤニヤは。優越感に浸ってるつもり？なあ、日向、貴様ニュータイプか。あんたの考えなんてお見通しよ。貴様がニュータイプならウイのスリーサイズを当ててみせろ。見えるわ、上から。はっ、ってな、口車に乗るか。知ってんだ、でも。
顔面にストレートを食らい、大悟が吹っ飛んだ。っていうか知ってんのかよ。知ってるわけないでしょ。いくら親友でもスリーサイズなんて。微妙に怪しいな。だがこれ以上追求するのも怖い気がするので、ここはスルーしておこう。おい、今日はどこ行くか決めてるのか。うん、川向こうの雑木林の方。今日はカブハンに行くよ。カブハン、カブトムシハンティング。カブハン、カブトムシハンティングだよ。合ってた。ああ、虫取りか。っていうか略す必要あったか。まあいいけど、まあ多分時代的にモンハンってことなんだろうな。まあ今もモンハンなんかものすごく人気らしいですしね。全然わかんねえけど俺。虫取りとはまたガキっぽい遊びだな。山ほど捕まえて転売するか。あんたを見てると汚れた大人の心ってのがわかる気がするわ。僕虫取りなんてちょっとしかやったことないから楽しみです。ちゃんと取れるかな。大丈夫だよ、ちゃんとスポット調べてあるからね。カズくん、ダイゴン、それでいいかな。ああ、俺は別に。どうしたの、他に行きたいところあった。いや、まあひな先輩迎えに行くには十分間に合うか。カブトムシといや、カブトもいいけどストロンガーもいいよな。聞いてねえよ。言いすると早くも歩き出したウィンに置いていかれないよう俺は後を追った。